ピッチを通り抜けていきます。フットボールファンの皆さん、ご機嫌いかがですか？ジョン・カビラです。解説はおなじみの中西哲夫さんをお招きしています。中西さん、よろしくお願いします。こんばんは、中西です。よろしくお願いします。マスターリーグディビジョン2第13節をお送りいたします。これが本日の対戦カードです。両チームピッチに散りました。さあ、キックオフです。ワン、ツー。ヘッドでつないで、ドリブルの右側、ここで折り返す。主審笛を吹いた。キーパーが壁の枚数を指示しています。壁パス、中へ上げる。15分経過。まるでボールを持った仮面舞踏会。繋がればチャンス。いいパスが出た。ここからどう攻める。主審ファールを取りました。イエロー覚悟のプレーでしょうか。果敢にスライディング、足を駆け上がる。折り返した。スペースを埋めます。カットできるのか。落ち着いています。これは決めて欲しかった。コーナーキックになります。シュート、これはゴールキック。どこを狙っているのか。
オフサイドの網にはかからない。大きくクリアしました。もう一度見てみましょう。前半終了まであと5分。走り込んできた。シュート。スペースができている。ワンツー。さあここからどう攻める。シュート。ヘッドでつなぐ。前半戦終了。前半戦が終わったところで途中経過をお伝えします。得点は1対0。さあ中西さん、ここまでの試合内容を振り返ってどうでしょう。そうですね、最終ラインにもっと気を配ってほしいですね。はい、どうもありがとうございます。それでは後半戦に期待しましょう。後半開始の笛です。ファーサイドに上げた。サイド、いやタイミングはいいですよ。ハートスコーを狙った。飛び出しが早すぎたか。罠にかかってしまいましたね。激しい攻防。スペースを使う。これはチャンスだ。さあこのまま攻め上がれるか。オフサイドはない。ディフェンダーも必死です。いけ。センタリング、ヘッドで押し込んだ。流れを止めた。スローイン。
これは危ない。選手交代が行われるのでしょうか。なんでアートな追加点。さあもう一度見てみましょう。蹴り込んだ。さあどちらがボールを支配するのか。スローイン。よく見ている。ゴール。マーベルス。スーパービューティフルゴール。素晴らしいゴールです。得点は3対0。ただいまのゴールシーンを振り返ってみましょう。蹴り込んだ。キラーパスになるのか。危険なタックル。スライディング。いっけいっけ、ドビッドブー。出た。いいボールですよ。シュート。これはコーナーキック。これは決めてほしかった。スローインです。ドリブル。ニアサイド。シュート。これはゴールキック。ドリブル。おっと、ここで試合終了の笛が鳴りました。圧勝です。それではまず中西さんに試合について伺いましょう。まあ大差はつきましたが、試合内容は悪くなかったと思います。はい、どうもありがとうございました。そろそろお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、どうもありがとうございました。失礼しました。それではサッカーを愛する皆さん、またお会いいたしましょう。さようなら。